皆さんマリのチュートリアルへようこそこのチュートリアルはこれからノードベースにトライしてみたいという方向けに制作しましたマリの基本操作を理解している方であればすぐにノードベースで始めることができますもしもこれからマリを使い始めるという方でしたら同じ素材を用いて同じ結果を得ることができるマリスタートアップチュートリアルを一度完了してくださいマリスタートアップチュートリアルはファウンドリージャパンの YouTube チャンネルで公開しています 再生リストからマリスタートアップチュートリアルにアクセス可能です全部で9チャプターで構成されておりレイヤーベースでこのカメラのテクスチャを作成していきます英語音声日本語字幕付きですマリスタートアップチュートリアルはマリを扱うのに必要な基本的な知識をカバーしています例えばそれは UI であったり今ここで表示されているようなプロジェクト設定 それからペイントツールの使い方、マリ特有のペイントバッファーといった内容が含まれますマリスタートアップチュートリアルはレイヤーベースで進行するのですが基本操作や基本機能についてこちらで確認しておいてくださいそして今回のノードベース編ではなるべくスムースに手を動かせるようにあらかじめ用意したファイルを用いて進めるようにしてありますオープンアーカイブをクリックしてダウンロードしたファイルを選択してください ファイルが展開されて開始できる状態になりますここでコースファイルのダウンロード方法について簡単に紹介しておきますチュートリアルコースの概要欄にダウンロードリンクを設けましたはいこちらですねクリックしますとドロップボックスのリンクが開きます でこのようにですねドロップボックスにログインするかアカウント作成が必要かのようなポップアップが表示されるんですけれどもダウンロードするのにアカウントは必要ありませんこちらポップアップは閉じてしまいましょう、はい、ダウンロードのプルダウンからですね直接ダウンロードを選択して保存してください。 展開されたファイルルをダブククリッしして始めましょうモデルのロード最低限のチャンネル設定使用するテクスチャファイルそれからセレクショングループの設定など準備が整った状態にしてあります念のため開始するにあたって必須となるカメラナビゲーションについてカバーしておきましょう使い慣れた 3D アプリケーションと同じナビゲーションにしたい場合はプリファレンスのナビゲーションタブから変更可能です デフォルトでも Alt キーとマウスボタンの組み合わせでローテーとパン、ズームの操作が可能となっています今回はマヤで設定しておりますそれからビューポート上のグリッド表示ですねデフォルトでは表示されているのですが今回見やすさ優先でオフにしてありますこちらはビューメニューのディスプレイプロパティから表示オンオフ可能です あと今回ののシシリーーズでで頻繁に使うのがセレクショングループですあらかじめグループは作成してあるのでパネルを開いてクリックするだけなんですけれどもご自分のプロジェクトでセレクショングループを作るという場合もあると思います。グループの作成やグループ作成に必要なエレメントの選択方法についてはマリスタートアップチュートリアルのチャプター2で詳しく解説していますのでそちらをチェックしてください。 それではここから少し手を動かしてみます今回はノードベースで進めていくんですけれどもまずはレイヤーベースで実行しそれをノードベースに置き換えて実行してみたいと思いますまずは空のレイヤーを作成してペイントですね画面左上のこのアイコンがペイントツールですもしくはショートカットキー P キーですそれからフォアグラウンドカラーを選択して今回適当にペイントしてみます はいペイントが浮いているんですけどもこれはマリの特徴の一つであるペイントバッファーによるものですここではとりあえずキーボードの B キーを押してベイクします新たなレイヤーを作成してペイントを重ねてみましょう別の色を選択してペイントをしますはいこちらもですねベイクして完了しましょう 目玉アイコンで表示非表示それからレイヤーの入れ替えも簡単ですので、まあ、ここまではですね予想通りとも言える動作であると思います一旦レイヤーを削除して次はノードベースで実行してみましょう今回メインで使うパネルがノードグラフです。画面右側のパネルボタンからノードグラフをクリック。 パネルをドラッグして見やすいレイアウトになるように、今回は画面の下側に配置しました。ノードグラフのナビゲーションもプリファレンスで変更可能です。ナビゲーションタブのコントロールタイプからですね、ヌークかマリを選択できます。デフォルトはヌークとなっていますけれども、今回はマリを選択しました。まずはノードとレイヤーとの関連性について見てみましょう。 ベースカラーというノードですけれどもこれはプロジェクト作成時に設定したチャンネルです画面右側のチャンネルにもベースカラーが存在しておりチャンネルノードと連動しておりますパネル上からチャンネルノードの情報を確認することもできますしノードをダブルクリックするとプロパティが表示されて各ノードのプロパティにアクセスすることができます続いては青いノード ベース括弧マースマジとありますけれどもこれは何に相当するかと言いますとレイヤーパネルでは括弧マージがついていないんですけれども同じ扱いですそれからマージノードの接続を外すとレイヤーパレットでも変化が生じます「ノードグラフ」と表示が変わりましたけれどもこの状態からは新規レイヤーを追加することができません もしも新規レイヤーを追加したいよという場合はノードグラフ上でマージノードを作成して接続してあげればそこからレイヤーを追加していくことができますそれからぜひ覚えておいていただきたいのがノードグラフ上からはさまざまなノードを使ってネットワークを作成していくんですけれどもノードグラフで作成したものがレイヤーパレットに表示されるのはマージノードということですまたレイヤーパレットから例えばペイントノードを作成した場合 ノードグラフではマージノードとそれを介して接続されたペイントノードが作成されますそれでは一旦元のシンプルな状態に戻して同じものをノードで作成してみましょうペイントノードが接続されていたんですけれどもここでは新しいペイントノードを追加します ノードの作成は、ノードグラフ上でタブキーを押して、そこからノード名を打ち込んでいきます。ペイントですね。レイヤーベースでは、設定されているチャンネルに沿って自動的にペイントレイヤーが作成されるんですけれども、ノードベースでは、自分でサイズやデプス、カラースペースといったプロパティを設定する必要があります。 それからカラーパレットを開いて何かをカラーを当てるですとか透明な状態で始めるといった選択も可能ですここでは透明な状態から開始します作成したペイントノードはこのままでは接続先がありませんのでこれまで何度か登場したマージノードを追加してペイントノードを接続できるようにしますで今回はショートカットキーを使ってみましょう既存のマージノードを選択した状態で M キーですね 選択していたノードの下流にマージノードが追加されましたマージノードのオーバーにペイントノードを接続すると上流からのデータにペイントを重ねることができますそれからノードベースやレイヤーベースにかかわらず重要なのがネーミングですねマージノードをダブルクリックしてプロパティから名前を変更しておきますここではペイントカッマージとしておきました ペイントノードを選択ハイライトした状態でペイントしますカラーを選択してはい、えー、ペイントしますこんな感じで OK ということであればですねベイクしましょうでさらにペイントを重ねたいですので、えー、先ほどと同じ工程でペイントノードを追加しますそれからマージノードも追加ですね ノードを整理したい場合は特定のノードを選択して L キーを押すとそのノードから上流のノードがきれいに並んでくれます今度は別のカラーを選択してペイントしてみましょうはいこれでベイクして OK としておきましょうかレイヤーでは目玉アイコンのオンオフノードグラフではノード上で D キーを押すとですねオンオフ可能です トグルスイッチのような感覚で使ってくださいそれからノードを入れ替えることによりペイントの順番を変えることも可能ですはいマージノードだけではなくノードグラフ上でどのような作業をしたのか分かるように個別のノードにも分かりやすい名前を付けるようにしましょう 何かルールを決めてネーミングをしておくのが良いですね。はいといったところでこの章はこれで終了です。